はいあそれでは時間になりましたのでセッションを開始させていただきたいと思います。えー、本日のセッションは、えー、と実践 Azure Functions for Java 監視からあ開発からデプロイ監視までということで私、PNOP の森島があセッションさせていただきますよろししくお願いいたします。 最初に簡単に自己紹介からさせていただきますと、えー、と森島と申します、えーと、株式会社プロックで、えー、Azure 専用のクラウドコンサルティング、ソフトウェア開発、あとは導入支援などを行っております。 アジュールと,との関わりです、ね、もう2011年ですかね、まあ、ちょっと幻のアジュール A5 というのが多分あったと思うんですけれども、その頃からも10年以上関わっておりまして、今、マイクロソフト MVP4 Azure ということで、ちょっとだけアジュールのコミュニティに貢献したという賞をいただいて、えーと、コミュニティ活動なんかもさせていただいておりますよろししくお願いいたします。 でまあ、本日のアジェンダなんですけれども、まあ、ちょっと AzureFunctions を中心に、まあ、その概要と開発ポイント、デプロイポイント、あとデバッグ監視ポイントということで、まあ、4つほどお話しさせていただこうかと思っております。はい、それでは、イントロということで、えー、AzureFunctions なんですけども、使ってるって方いらっしゃいますかあ使ってらっしゃいますか皆さん、その中でちゃんと Java で使ってますっていう方は いいららっしゃなですね<笑><笑>えと、まあ、じゃあ最初に Azure Functions 簡単に説明させていただきます。まあ、Azure Functions ですね、まあ、イベントドリブンの型のサーバリスアーキテクチャと、ひ、まあ、一言で言うとそういったものになります。まあ、イベントドリブンというのはですね、な、まあ、何,何らかしらのトリガーですね、その HTTP だったり、タイマーだったり、急のトリガーに反応して、まあ、コードを実行するようなことができるパースプラットフォームになってます。 まあサーバーレスアーキテクチャですけれども、今更説明しなくても分か,らないですい分かると思うんですけれども、クラウド上のリソースにあるそのサーバーをですね使ってまあ自前で用意しなくていいよというような意味合いでのサーバーレスであって、決して何かコンピューティングリソースがないというわけではない感じですね。スケーラビリティなんですけれども、クラウドにまあその実行リソースがあるわけでして、 まあそこの柔軟にそのゼロスケールみたいな形でえ使ってみたりそのスケールを自由に組み合わせることでえ高い性能を確保することができたりもしますと。でファンクションズの特徴でまあ私が一つ推したいのは Azure サービスの連携性ということで。まあ、サービス、今、 すごいたくさんコンポーネントが出ておりまして、まあ、Azure Storage みたいなやつの,そのベーシック系のやつから、イベントハブ、コスモス、まあ、それらはですね、Azure Functions と非常に親和性が良くてですね、簡単に連携することができます。これはちょっとプログラムのコードの差を変えるときに、ちょっと合わせて説明してみたいと思います。あと、多言語ですね。 一応今回、Java を中心にお話しするんですけれども、Microsoft、まあ、といえば C シャープに代表されるドットネットアーキテクチャですね、まあ、それがファーストランゲージみたいな形にはなっているんですけれども、まあ、それに続いて Java だ,だったり、Python だったり、PowerShell だったりもするんですけれども、まあ、あらゆる言語を Azure Functions で動かすことができます。なんだったら、どっかコンテナを持ち込んで、まあ、独自のものを動かすこともできますので、また、 とても多言語に対応しているプラットフォームと言えます。でですね、まあ、ファンクションズの一番の肝なんですけれども、まあ、そのトリガーと呼ばれるものと、まあ、バインドと呼ばれる概念が2つあります。まあ、ここを2つ押さえておけば、まあ、ファンクションズとは何ぞやというのがまともに理解できるかと思います。まあ、トリガーですね、それは先ほども申し上げました通り、ファンクションズを呼び出すイベントのことをトリガーと呼んでます。 ちょっと次のスライドでトリガーの種類を少しご紹介します。でそれとは別にですね、バインドというものもありましてトリガー自身1つの入力なんですけれどもバインドという形でまたそれのその他の入力を紐付けたり出力を紐付けられると。 これも非常に簡単な後でコードを紹介しますけれどもアノテーションベースでわざわざプログラムを書く必要がないような形でその入出力をバインドできて入力して何かデータを加工して出力するみたいなことが簡単にできるようになっております。でですねまあ、うん、ファンクションズ 多分今システム開発するとそのシステム関連系とかですねそのバッジみたいなタイマーで何か起動したりとか必ずちょっと要件が出てくると思うんですよね。まあ、ちょっとそういった隙間を埋めるですねそのツールになり得るみたいな形でまあ今我々が関わってるシステム開発なんかでも必ず Azure Functions 出てくるのでまあそういった形で利用してもらえるとまあとてもいいんじゃないかと思います。だけでですねその 大きな API 群を、まあ、作成することもできるので、まあ、それはちょっと適材適所かなという感じでいたします。まあ、トリガーの種類なんですけども、まあ、ここに挙げたようなやつがあります。あとで資料配布されるか分からないんですけども、ちょっと下のやつがリンクになっておりまして、まあ、ここにすべて、えー、と欄へのリンクがあるので、まあ、それを見ていただくとより詳細なことが分かるとは思うんですけれども、まあ、ここで紹介するのは HTTP ですね。まあ いわゆる API を作成、えー、ちょっとしたシステム関連系で、まあ、他のシステムからなんかウェブフック的に呼び出されたいよみたいな時に、まあ、HTTP トリガーはよく使われます。で次によく使われるなって自分が思ってるのは Q トリガーとタイマートリガーですね。 Q なんかはそのやはりシステム関連系でどっかの何かが終わったタイミングでまあ Q にメッセージを投げ込んでもらってそれでファンクションズでその Q のメッセージの内容を解釈して処理するみたいなのコードはよく書いております。 あとタイマーですねその日時バッジ月時バッジあとはまあ1時間にまあアワーとかその分単位で可能なんですけれどもそういうのでえどこかのリソースのお掃除をするだとか、まあ、バッジの起動をするだとか、まあ、そういった形でタイマー取りが非常に重宝しております、まあ、一般的にその「急」を使うと「急」のメッセージループをなんか自前で書かなきゃいけないとか「タイマーをすると誰がタイマーを起動するんだ」っていうのがまあちょっと面倒くさい。 えことになるので、それを全部、ファンクションズのパースに任せられるってことで、それだけでもだいぶ利用するメリットが、このファンクションズにあると思ってます。で、バインドの種類ですね、ここも入力にですね、ブローブ、コスモス、テーブル、SQL データベース、出力にも関してですのね、ブローブ、コスモス、Q、テーブル、イベント、ハブ、グリッド、サービスオフスみたいなのを、Azure のリソースを簡単に接続することができます。 えとまあ簡単に接続するだけであってちょっと込み入ったことをするとですね逆にそのブログの何かもうちょっと3つ4つたく複数のリソースをたくさん触りたいよって複数のリソースをたくさん出力したいよという場合はちょっと自分で SDK 使ってえ書いてもらわなければいけないんですけども組み合わせにマッチするような場合ですとそのトリガーとバインドだけで簡単なそのビジネスロジックを記述できるような形になりますと。 まあちょっとした組み合わせ例としてましてはまあ Q トリガーでそのメッセージを受け取りますとでメッセージの中身にはブログのファイル名が入ってますとでそのブログのファイル名はそのバインディングで勝手に解釈されて関数の入力としてまあ勝手に与えられるのでまあそれを加工してまあ例えばコスモスみたいなのに二次加工してまあ業務と何かを出力するみたいなこういったなんですかねこういったケースで えー、この型ににはまるる場合ととても簡単に記述すすここができますこれをちょっとそのいくつか何ですかねこういった特殊解釈してくれるケースがあるので、まあ、それはちょっとリファレンスを見ていただくとこういう場合にこういうパターンが使えるなっていうのが多分あるので、まあ、それをちょっと参考にしていただきたいなと思っておりますで、まあ、次にプランですね、えー、と一応3つプランがあります え重量課金プランとお専有プランとプレミアムプランですね、まあ、重量課金プランはまあ一番その一般的なプランで、まあ、関数の実行時間とかその使用したメモリ量に応じて課金されますでその自動的にスケールするのでリクエスト数とか実行時間にあのリクエスト数に応じてそのスケール アップされてしまうのでちょっとコストがです、ね、読みにくいだから全然使われないときはもうほとんどただに近いような値段になるんですけどこれバーストしたときにいくらになるかはちょっと読めないとまあ一応上限は設定できるんですけれどもといった意味で、まあ、スモールスタートですごい使いやすいプランだと思ってますでちょっと先にプレミアムプランの方に行くとその重量課金のそのなんていうんですかねまあ上位モデルといった感じで専用インスタンスを1個用意しておいてまあ、えー、高いスケーラビリティ なんかを実現できるんですけども重量課金と違うのはその1個専用のインスタンスを割り当てておくことで、まあ、コールドスタートを回避させることができるとでちょっと他のセッションでも言ってたと思うんですけども、まあ、ちょっとこうゼロスケールなんかでパッと立ち上がった時に、まあ、なかなかあの初期間に時間がかかって数十秒かかったりするっていうと、まあ、それはそれでなかなか使いにくいものになってしまうので、まあ、そういった面でプレミアムプランを使うっていうことも考えられる。 ルの一つのつ選択肢になってますすあと専用プランですねこれアップサービスプランといって多分他のセッションでもそのアップサービスの話とか出たと思うんですけども、まあ、そういうのを専用的にスケあのホスティングするプランですねあらかじめその VM のサイズみたいなやつをですねリザーブしておくとまあ、そこの範囲内でこう実行してくれますなのでコストはとても予測可能ですだから2インスタンスでこの こンくらいのサイズのリソースを1ヶ月使うといくらっていうのは基本的にお金で出てきます。で、既存の Web アップスと共存できるので、例えばメインに Web アップが使われてて、それがアップサービスをプランは使ってるというような状態だと、まあ、その隅っこのほうでですね、Azure Functions、ホストしてですね、同じアップサービスプランで、えっ、ー、と、 ホスティングできるので、まあ、その隙間のリソースで、まあ、ちょっとしたそのやっぱり月次のバッチですねちょっとなんかリソースの後始末みたいなそういうのをばーっと走らせるようなこともできます。で、まあ、ここからちょっと Java の話ではあるんですけれどもファンクションズにおける Java のサポートっていうのは結構まあ昔からあってですね、まあ、あのファンクションズ自体にもちょっとバージョンがありますと。 でまあ、2点 ×3 点 ×4 点×と上がってきて今4点×です、まあ、2点×と3点×はちょっともう多分サポート対象外なので、まあ、4点×だけを見ていただければよいかと思いますでそれぞれファンクションズの実行プラットフォームって、えー、2つあってですね、えー、Windows と Linux です、まあ、基本的にどちら使っても同じなんですけれどもちょっとだけ機能の違いがありますとでそれぞれ Java の17、11、1818 18じゃないですね17、11、8と 全部使えますので今今その Java をお使いのバージョンは全てサポートされております。でまあエンプラの方ですとじゃあ実際何のどこの Java を使ってんだよみたいな話をよくされますので、まあ、ちょっとそのお話をさせていただきますと。一応ですねマイクロソフトの Java のラインナップとしては えと11と17はですね、OpenJDK をベースとした、マイクロソフトビルド、OpenJDK バイナリーというのが提供されています。確か2年前ぐらいに提供され始めて、えー、それでですね、まあ、それが利用可能です。ちゃんとアップデートもされておりますので、これを追っかけていけば多分良いと思っています。ただ Java8 の場合だけはですね、えー、マイクロソフトをビルドしておりませんので、Eclipse、え、Temrin、ー、バイナリーというのが提供されております。 ここれれが使われることになりますでファンクションツーはまあパーソなんでまあ、基本的に Java のバージョンを選べますけども、まあ、ちょっと細かい制御はまあ、できなくはないんですけれどもまあパーソナンに任せてしまうのがまあ一番良いかと思います。で サポートプラン入っていられるかとは、た分その範囲内で Java のサポートを受けられるので、わざわざ何か、プラス優勝に何かっていうことだなくて、Azure 開発でも無料に使えますし、Azure Functions for Java を使っている範囲内であれば、Java の何かトラブルは Microsoft のサポートが確かに吸収してくれるはずです。まあそれもちょっとリンクの方に見ていただくとよくわかるかと思います。実際ちょっと Functions からですね、ちょっと叩いてみますと、ポンと。 ウィンドウズのほうは、ね、Java17 を指定して、ちょっとベンダーの,あの、Java のプロパティですね、取ってみると、まあ、分かる通りり、ね、マイクロソフトの、ね、17.02、ね、を使っていることが分かります。これ、多分ちょっとだけマイクロソフトの今のラインナップからすると古いんで、まあ、多分その順次、ロール、えー、展開されていく、ロールアウトっていうんですかね、展開されて新しいのに順々に入れ替わっていくと思うんですけど、まあ、これは、えー、こういう形になってます。 まあ固定化できる方法もあるんですけどあんまりちょっとそれはお勧めしません。Java8 の場合ですね、やっぱりテムリンが使われていました。こっちら Linux の Java8 で設定しましたが、えー、そういう、まあ、ご覧のような値になっておりますとでです、ね。ちょっと時間がどんどん過ぎていってしまうので、ちょっと早めに進めていきます。で開発環境、先ほど一番最初の多分セッションで見て、えー、皆さんビジュアル スタジオコード、インテリジェ i j a y e ス何使ってますかって言ったら、パラパラとみんな3分の1ずつぐらい手を挙がってたので、まあ、ここの3つに集約されるかなと思ってます。た、ま、ぶ、あ、会社のポリシーとかで、ま n t e l l i j a 買ってくれないんだよな、エクリプ p で頑張れって言われてると人もいっぱいあるとは思うんですけれども、まあ、そういった意味で、まあイまあ、どの ID に対してもその、 ファンクションズのプラグインですね、まあ、そういったものが用意されているので、まあ、どの ID を使ってもまあ特に大きな違いはない、ただ、サポートの順番としては、多分、ビジュアルスタジオコードが一番よくって、まあ、次にインテリ J かなという個人的な感触です。 CLI でのビルドツール的には名弁とグレードルがサポートされてますので、まあ、この掛け合わせですね別に Visual Studio Code を使ったから名弁が使われないというわけではなくて、まあ、内部で使われるのでこの組み合わせで Java の実行あの開発環境というのは事足りるのかなと思ってます、まあ、Java のいいところはその複数のか選択肢があるというところなんですけどあちょっと紹介する側にとってはちょっといろいろあってちょっとめんどくさいなというと思っておりますであと実行に 会社に必要なコンポーネントなんですけども、Azure Functions Core Tools というのがあります、えーあ。Java 以外にですね。まあ、Java とか m a y e n とか ID 以外にそういうのが必要になります。まあ、ローカル PC で実行可能で。 えー、実行したりデバッグするために必要です。まあ、Windows、Mac、Linux に対応しているので、まあ、どのプラットフォームでもお使いになれます。あと、エミュレーターですね。昔、ストレージエミュレーターって Windows しかなかったんですけども、今それはもう多分廃止されてしまって、Azure Lite というストレージエミュレーター、どっか上で動くようなやつが展開されております。一応、ノードで書かれていたような気がしたんですけれども、まあ、 直に実行することもできますし、どっかで実行していることもできますし、まあ、おつ好きな方法を使っていただければあよいかと思います。で、ちょっとここからですね、ちょっとプロジェクトの作成とビルドとデバッグみたいなのを少しデモしたいと思います。すますで、そうですね。 これちょっと裏で何か動かしてたのがまだあります。でえー、と一般的にそのビジュアルスタジオから作るのもいいんですけど、まあ、一応、名弁で作るのが一番簡単ですね。Azure Functions 用のアーキタイプというのが用意されておりますので、まあ、これをだだだッと実行して、えー、Java のバージョンを指定して、まあ、グループアーティファクト ID なんかを指定して、まあ、いっぺんにこうこれはノットインタラクティブモードでないような形で作ることになりますと。 で注意していただきたいのが、そのアーキタイプのバージョンがちょっと古いのが選択されることがあってです、ね、ちょっと名イベのリポジトリとか見て、常に最新が使われるかっていうのをしして、えー、確認しないと、出来上がったプロジェクトが、自分ででもプログラムを作ってて気づいたのが、なんかファンクションズの3 ×ツが使われてです、ね、ちょっと古いタイプ、形のプロジェクトが使われてたので、ちょっとそこだけちょっと気をつけてください。でですね、まあ、こうするともうすぐにひな、プロジェクトのひな型っていうのはできまして、 まあこれ、コードで開いていただくと、コードがですね、ディテクテッドオンアジュルファンクションズプロジェクトって勝手にこれ、アジュルファンクションズプロジェクトじゃないかって検出してくれますので、これをイエスってやると、一応ちょっとデバッグ実行に必要なこの JSON ですね、ランチャーみたいなのがだだだと追加されますと。でですね、まあ、 一番最初にこのファンクションズのトリガーですねがまあできます。これ HTTP ファンクションの例です。これで PF を押していただくともここでローカルでデバッグできます。で、だだだだっと早いんですけど、ビルドも VS コードの中で名弁使ってビルドしてくれますんで、普通に Java の開発経験がある方なら特に問題ないんじゃないかなでまあ一旦ここ HTTP トリガーが。 ここでまあそうですね、ここの http エグザンプ e を叩いてみても、そうですね、多分今デバッグで止まりましたね。これでまあ普通にデバッグしていけますと。た多分ゲットでネームパラメータがないのでエラーになると思うんですけれども、そうですね、こういう感じになります。で、ちょっとこのファンクションズの作法についてだけちょっと説明させていただきます。 ファンクションズは必ずこのファンクション、まあ基本的にアノテーションベースで全部進んでいきます。で、ファンクションズにはそのファンクションネームっていうアノテーションが必要で、まあこれはどんな関数かっていうのを1位に識別するもので、で、その次に h t t p トリガーですね。これは h t t p トリガーですよっていうのを表すアノテーションがあります。で、まあネームはその1位の名前を付けてもらって、メソッドはまあこの場合だと get、post、まあ一般的ですよね。で オースレベルっていうのは、この API を呼び出すときに、その匿名アクセスを可能にするか否かみたいな感じのものになってますと。まあ、そういった形で、こういったものでですね、まあ、これだとですね、えー、API、http エ a ザンプルっていう形の URI になってしまうので、まあ、ここに、まあ、例えば、ここへルートですね、ルートかな違います。おー ここにルートパラメーターがあるので、まあ、ルートパラメーターをつけると、まあその、その名前になるはずです。で、ですねまあ、順次そういった形で、その必要なコンテキストはです、ね、エグゼーションコンテキストで渡されますので、まあ、その中にロガーとか入っておりますので、まあ、それを使ってログを出すという形になります。でですね あととパパッと手短に説明すると一応ここから新しいファンクションも作ることができるんですがちょっと動かないちょっと動かないですね 遠くのロードは、まあ、でも、では、こんなことも起こりますね。あ、こっちね。これで一応、キュートリガーとかタイマートリガーも作ることができます。 で先ほど言ったそのバッジ向けのタイマートリガーなんですけども、まあ、こういった形で同じですねファンクションネームがあってタイマートリガーっていう宣言があってそこにスケジュールで、まあ、ちょっと高音式ですねフローのスケジュール時間やると、まあ、勝手にそのファンクションズのワーカー側が呼び出してくれるので、まあ、あとはここにビジネスリジックで、まあ、何か処理を書くだけで、まあ、業務,に業務の,、まあその隙間を埋めてくれるようなちょっとしたアプリになりますと。 はいでですね他にもですねいくつかありまして、まあ、ちょっと最初に書いといたやつですね。例えばさっき言ったブロブトリガーですね。ブロブアプトリガーじゃない、ブロブインプットですね。こういった形で、 えブロブロのアウトプットトリガーなんですけどこれもあれです、ね、あのアノテーションベースですね。でアウトプットトリガーでそのコネクションストリングとテストあ,あと出力する最終的なブロブのパスを用意しておくとしてここにアウトプットアイテムをバインディングしますと。でその 書く時の型はストリングですみたいなことを宣言しといてあげるとアウトプットアイテムがバインドされるのでそこにセットバリューをするだけでもブログに書き込まれると。まあ、これがバイトだったら多分バイト配列になりますし、まあ、そこら辺を勝手にその Azure ファンクションの下回りですねワーカー側がですね全部請け負ってくれて、まあ、ちょっとビジネスロジックに集中できると。 いったところがメリットになっております。まあ、これにはまらない場合は自分で SDK で書いていただいても全然問題なくて、まあ、そういった形でやっています。まあ、例えば、Q トリガーも一緒ですね。こういった形で、あ、これ、Q トリガー、こっちですね、こっちの場面で、これで、ここの Q のテストっていう Q に、ね、メッセージがあると、これがボンと呼ばれますんで、えー、何か Q で、えー、受け取ってないかした場合は、Q トリガーを使うと。 で自動的にリトライとかも対応しておるので、まあ、そこら辺はちょっと細かいリファレンスを見ていただくとして、まあ、そういった形でビジネスに耐えうるロジックを多分書くことができますと。はい、でですねちょっとこれこれでこれが出ちゃうのかこれが出ちゃう すいませんはい一旦また進めますでまあそうですね まあプロジェクトの作成から実行までま、ID を使っていただいてもいいですし、それはさまざまやり方があるので、好きなやり方をで実施しただやればいいかなと思っています。まあ、基本的に、名弁ですと、さっきみたいなやつの,そのパッケージってやると、ファンクションズの生活物ができて、Azure Functions Run ってやって、そ,そういうゴールが設定されているので、そうやって入れると、ファンクションの実行までやってくれますと。 でここですねで、まあ、さっき言った,言った通りですり、ね、アンドテーションベースで関数を定義していくのでとても便利ですとでです、ね、あと,のあとビ,ルビルドするとですねファンクションズ JSON というのがまあ内部的に展開されていて、ね、それがまあファンクションズの肝になっていて、まあ、一般的にファンクションズの細かいちょっと挙動を知るときには必要になるんですけれども、まあ、一般的にそのファンクションズ Java で使うだけでしたらちょっとそこまで細かい話を知る必要はないです。 よりディープに使いたい場合はちょっとファンクションズ JSON とかの中身まで理解する必要がありますと。あとですね、アノーテーション、さっき見ていただいたとおり、その環境変数として参照されるものと、そもそも即地で評価されるものといろいろ入り乱れててですね、ちょっと扱いづらいので。まあ 後,はあ後でちょっと話しますが、まあ、そういうのは全部外部に追い出して、ですねちゃんとカスタマイザブルに、そのコンフィギュアラブルにしておいたほうが、まあ、そのプロダクトとしての質は上がりますよなということで、後で説明させていただきます。でここ、プロジェクト構造なんですけれども、これもちょっと後でビルドのときに、ビルドじゃなくてデプロイのときにちょっと関係するんですね。大体、だいたい名弁でデプロイすると、ですねターゲットフォルダ配管にその成果物が置かれますが、 それがですね集約されますでそこに、えー、いろんなファンクションゼーションができるんですけどもあとあ自前のライブラリーがあるとか。 まあ、そういうのがある場合はです、ね、まあ、本当は明弁でなんか自分でホストしてこう依存関係解決してもらうのが一番いいんですけど、まあ、それ、デブオプスとかでできるんですけど、そういうのじゃなくて、まあ、サードパーティーライブラリーはすらリブに入れることで、まあ、一応解決してくれるので、まあ、そこら辺もちょっと構造をしとかないと、自前のライブラリーは組み込めないんだけどみたいな話になってしまうので、そこは注意してくださいと。ちょっとここは h t t ピトリガーとブログのバインディングの話ですね、ちょっと、はい、割愛します。 サンプルですねでいつもサンプルってここまでで終わっちゃっててでいつも自分もこう製品化のコードプロダクションコード書くんですけどここはちょっと押さえておかないといけないというところをちょっと3つほど抜き出しましたと。 でまあ、シークレットの赤やかですね、まあ、DB に対してもそうなんですけども、まあ、基本的にストレージを使うので、接続文字列といったものが避けられません、まあ、その中にシークレット、パスワード情報ですね、などが入ってるんで、あまりこれは外部にさらしたくないので、まあ、それはなくしたいですねって話と、あと、やっぱりさっきのスケジュールのサイマートリガーとか見ていただいた通おり、なんかあそこに、なんか、公式書いてあるじゃないかみたいな、後で変えるときに、リコンパイルになっちゃうよねって、まあ、それはちょっと避けたいですねって。 サンプルはよくハードコーディングされてるんですけども、おいおいそれじゃ業務コードに持っていけないよって話があるので、そういうのはちゃんと外部コンフィギュレーション化しましょうと。あと、フレームワークの利用ですね。あと、ピュア・ジャバで頑張れるんだったらいいんですけれども、自前のもう別の部品があって、それがスプリング使われてるとか、そういったケースもよくあるかと思う。あとせめてその d i 使いたいとか JPA 使いたいとかちょっと便利な部品使いたいって時にそのピュアザラバだけで戦っていくとちょっと面倒くさいですねと、まあ、そういったところをちょっと話をしたいと思います。 でシークレットのセキュア化なんですけども、まあ、アプローチとしてはまあ2つぐらいあって、ですね、まあ、キーボルトに格納して、秘密にしますと、あとマネージド ID っていうのが今、Azure ありまして、まあ、これを使って、シークレットを含まない接続形態に,にするっていうのがまあ,ありますと、まあ、一般的な最近はもう、後者で統一することが多いと思います。 でマネージド ID ってちょっと何ぞやっていう話はあるんですけれども、これ、Azure のポータルでマネージド ID をオンにすると、まあ、勝手に AzureAD のほうにですね、まあ、なんか ID、アイデンティティが作られてですね、まあ、これを利用し、そのアイデンティティに対して、えー、アクセス権を上げることで、まあ、自分のファンクションズからでしかそのストレージにアクセスできないみたいなようなことを実現できますと。はい でマネジュダリーを利用してシークレットを含んだ接続文字列を利用しないですね。はい、合ってますと、はい、いうことにしていきたいですとでどうすればいいんですかというんですが、まあ、最近ちょっとそれサポートされましたそれちょっと紹介したいと思いますでいくつかファンクションズ使っていくと必ず3つぐらいありますパターンがファンクションズブログブでやってきます。 ちょっと時間が足りないので巻きますでポイントを述べるとですね、えー、新しい接続文字ュレコンフィギュレーションの書き方があります従来は AzureWebJobStorage みたいなこところに接続文字列を書いてたんですけれども実は AzureWebJobStorage アカウントネームみたいなところにアカウントだけを設定してマネージド ID で連携しておくとちゃんと接続文字列なしに、えー、WebJobStorage にアクセスできますと。 まあただし、ちゃんとそこに対してはそのブロブに対して、ちょっと見ま、ブロブとかに対して共同作成者とか、Q に対して共同データ作成者みたいな、R バックを与えておく必要があります。基本的にタイマートリガーとか使うと、勝手にストレージ使われるんですよね、内部のロックのために。だからそういったとために、そのストレージの情報が必要になります。であと外部コン そうですね,で、まあ、ねこれが今のおセキュアな形にしましょうという話ですねで。次に外部コンフィギュレーション化ですね。まあ、一般的にそのアプリケーションと設定情報というのはちゃんと分離しましょうと中、中にハードコーディングするなよという話ではあるんですけれども、まあ、ファンクションの場合は一般的にどうするかという話をちょっと簡単にさせてもらいます。で一般的にには全部環境変数に設定しましまょうと あと次,次,段でその次に説明するところでそれを覆すことを言うんですけれどもで環境変数で設定しますとポータルからすべて環境変数で設定可能なんで、まあ、それを使いましょうというのが第1番目です。2番目はアップコンフィギュレーションちょっとプレビューなんですけどキーボルトっていうのが2つさっきも出てきたのであるんですけどこれを適切な形で設定するとその間接参照みたいな形でアップコンフィギュレーションに設定した情報を ファンクションズの環境変数に設定してくれたりキーボルトに秘密の情報をキーボルトあのファンクションズの環境変数に設定してくれたりキーボルトリファレンスとかって言いますけどもそういうことが構成が可能です、まあ、そういうことで全部その設定は外に外に追いたすような形で、えー、実装していくのがまずは良いかと思います、まあ、基本的にそうですねこういった形で 環境変数から読み取るっていうのが、まあ、一番の話です。まあ、ここの場合はゲットエムでやってますけれども。まあ,あ。他の、まあ、フレームワークを使う場合は、まあ、これに限らないという形ですかね。 で先ほど、タイマートリガーのとこですね、そのスケジュール、どうやって外に追い出しちゃいいんだよって、これ、ドキュメント、隅々まで読むと書いてあるんですけれども、まあ、結論から言うと、パーセントで囲むと、なんか Windows っぽい環境変数の間接算数の仕組みですね、これ、Linux に持ってってもパーセントなんで、多分全然問題ないんですけど、えー、パーセントで囲むっていうのが正解です、でパーセントで囲んだやつはまあ出しましょうと。で あとです、ね、アップコンフィギュレーションとキーボルトは一応勝手には見てくれないのでちょっとおまじないみたいな設定をしないといけないですねアットマークマイクロソフトアップコンフィギュレーションとかアットマークマイクロソフトキーボルトなんちゃらっておまじない書くとそれがそこの URI をこの後に書くんですけどもそこに格納されてるシークレットだとかそのコンフィギュレーション情報が読み込まれて環境変数にぶち込まれますと、まあ、そういった形でアップコンフィギュレーションを使うと一元的にそのかあのオプション 管理できますし、まあ、ラベル付けもできるので、プロダクションとかそういうことも、えー、管理することもできます、まあ。キーボルトは言わずもがな、ですね取得された情報を入れておくことができます。でだいぶ時間がないんで,で、フレームワーク利用ですねで、ここもちょっとさらっといきますと、ドットネットで書くと、s p ドットネットからの方法の部品が使えるんですよねっていうのがまず大前提にあります。で私じゃああの C シでも書くんですけどもそれで便利にフレームワークを利用させてファンクションズの業務コードも書いたりしてますとそうすると Java に来るとないんですよねピア Java ピア Java で書くのみたいな話ですよね今更っていうのであるとまあ今日のセッションでもいろいろ言われましたけどスプリングブートがありますとでスプリングブートのアダプターがちゃんと出てますとそういった形でスプリングブートの方法な機能をその Azure Functions からも利用できますまあディペンデンシーインジェクションとか JPA あとプロファイルの機能ですね であとコンフィギュレーションさっき言った外部コンフィギュレーションみたいな話も、まあ、あとキャッシュ Azure、あと Azure のリソースにつなぐアジュールスターターっていう部品もあるんですけどそういった豊富なスプリングブートの部品が使えることになりますでちょっと時間もないのでちょっとかつ、えー、ささっと早めに進めますがまあ基本的に スプリングブートアプリ向けの、ファンクションズアプリ向けの,そのディペンデンシーというかライブラリが出ているので、まあ、これプラスちょっと POM にいくつかサイクが必要なんですけども、そうすることによって、えー、スプリングブートの部品がそのまま使えるようになります。まあ、例えばフィールドインジェクションとかですね、ディペンデンシーインジェクションですね、まあ、最近まあ DI、普通に使いますよねということで、DI 使えます。 あとコンフィギュレーションですね。Spring Boot だと YAML ファイルとかプロパティファイルをして、まあ、ファイルに大体ほぼほぼ設定は書いておいて、まあ、必要な部分だけ上書きするみたいな形であるので、まあ、そういったのを書いておくことができます。これを導入するメリットは、Spring Boot はそもそもここに書いておいたやつを全部環境変数でオーバーライドできる機能もあるので、まあ、ここだけにデフォルトの設定を入れておいて、まあ、必要な情報だけ。 そのさっき言ったあのファンクションズの構成から環境変数で設定することで、まあ、だいぶカスタマイズの量を減らすことができます。これは多分すごい便利な機能だと思ってます。まあ、あとは JPA のリポジトリですね。まあえー、これもうーん、まあ えー、MSS みたいなのにに簡単にアクセスできます、まあごくごくすごく単純なクラウドとかに限られるんですけどもそういったケースもあるし、まあ、あらかじめもう業務で部品があってそれを持っていきたいっていう場合は、まあ、それをそのまま持ってこれると、まあ、ちょっとスプリングブートのバージョンとかねいろいろ考慮すべき点はあるのですが、まあ、フレームワークを使えるということで、えー、すごくプログラミングとか、ね、生産性向上しますし部品の利用再利用も可能になると是非 <laughs> 使ってもいただきたいなって思ってます えー、林でいくと次、デプロイですね。デプロイまであまり触れてくれないんですよね、サンプルでね。ね、えー、デプロイする方法ってたくさんあるんですけど、まあ、ファンクションズのファンクツールでもデプロイできます。AZ コマンドでもできます。あと、メーベムグレードルでもできます。IDE でもできます。CICD でもできます。でも、プロダクションで自分のローカル PC からデプロイ完了しましたら多分ならないと思うので、まあ、そこはちゃんと適切な CICD 環境を作る。 前提で今回 Azure DevOps でどうやってデプロイするかっていうのを説明しますと。でですね、今今デプロイパイプラインを組んでおりますね。で、本当はその Git にプッシュした段階でトリガー走るんですけど、まあちょっと。 これは割愛して、ここ一回も一回。マスターのブランチで、ランスさせてもらいます。ちょっと手動でもできますと。そうですね。ビルドですね。で、まあ、こうやってビルドが走るんですけれども。これ見てると、時間がないので、こっちを見ますと。 でですねえー、じゃあさっきも Java のバージョンの話しましたけどいやこれでビルドで使われる Java のバージョンって何ぞやって調べてみましたら実はマイクロソフトの JDK じゃなくてテムリンでしたえ <laughs> えーみたいな感じなんですけどもでもご安心ください Java を持ち込めますえっ、ー、とですね Java インストーラー タスクっていうのがあってですね、ブロブに JDK のバイナリーを置いておくと、それを入れて、そこを Java フォーム設定してくれて、そここのパイプラインで使う Java をあー自分で持ち込むことができます。なので、MS の JDK でビルドしようと思えばできますし、おラクのやつもターの GZ だったら持ってくれます。ただし、その場合はちゃんとライセンス確認してくださいということで。はい、だから、ファンクションズの方はちょっと選べないんですけど、ビルドの方は選べるということですね。で、ファンクションズのビルドですね、で、これもですね、 これ,でこれを見せた方がいいですねこれがパイプラインファイラーなんですけどもさっき言った Java インストーラーですねで次にすべきはビルドですよねで名弁のタスクがありますでこれに対してゴールをクリーンパッケージで設定するとまあ、まあ、ビルドされますまあビルドされた成果物ってこのパイプラインの中なのでそれはですね、えー 一旦ですね、パイプラインの中間成果物として先ほど言ったターゲットディレクトリのファンクションズのファンクションのアップネームのフォルダをルートをそのインクルーのルートフォルダ抜きで ZIP 化して、まあ、それが成果物になりますこれちょっとよく間違えるんでそこはご注意ください。Azure の場合ですとあああ 一旦それをですねビルドのアーティファクトっていうところに突っ込んで次のステージに渡すことができます。で次のステージで何をしてるかっていうと前段のステージが成功してそれがそのマスターへのコミットだったらこれを実行しろとまあデブ環境へですね。 端的に説明するとここの AzureFunctions のアップで AzureFunctions、えー、の、えー、そうですねデブファンクネームっていうところに ZIP を r u n f o p a パッケージといった形のパッケージ形式でデプロイしますとちょっと話が細かくなるので割愛しますが、まあ、ZIP を用意してボーンとプッシュすれば一応デプロイされます じゃあどういった資格情報で Azure にデプロイしてるんだっていうのは AzureDevOps の中でサービスコネクションというのを使って Azure の,の権限をこっちに一時的に付与されているのでちょっとそ,こはそこまでちょっと今回説明できないんですけれどもちょっと興味があったら AskTheSpeaker で聞いてみてくださいで。でこれがデプロイですよねじゃあリリースどうするんだっていうとまあ一緒ですよね同じステージをもう1個。 デプロイトプロダクションみたいなやつを並列で用意しておいてです、ね、まあ、こっちの場合は例えばタグにリリースで始まるタグを書いたら、まあ、そっちのデプロイパイプラインのルートを通すような形で、えー、設定することができますと、はいでそうですね。さっきのパイプラインの具合を見ますと、例えばそ、ね、デブですと、まあ、こっちですね。ここ 無事デプロイされましたみたいな感じで、まあ、できます。で、リリースをちょっとこうリリースタグを切ったときはこっちですね。ちゃんとこうリリースタグのリリースの方でデプロイされてるみたいな形で、えー、2つ組むことができますと。まあ、ちょっとデボスプの話してるとデボスだけでなんか1時間かかっちゃいそうなのでちょっと、はい、元に戻させていただきます。 すみません、すごい早足だったんですけども、そうですね、名弁から、一応、VS コードからもデプロイするので,で、カジュアルに開発の時にデプロイする場合は、まあ、こういうので全然問題ないんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとこういうのも用意したんです、えー、とここはちょっとそうですね、ちょっと今、デモしちゃったので、今回、スキップさせていただいて、まあ、ちょっとあとで資料を見てもらえればなと思います。そうですね、こういった形で今、デプロイしましたと。 はい、ここに書いてあります、これもそうですね、で最後にちょっとデバッグカウンても、時間がものすごく少ないんですけども、でもクラウドにデプロイしちゃうと、ちょっとデバッグしにくくなるっていうのは、皆さんご経験があると思います、何が起きてるかちょっとよくわからない、でまあ、その3つのほうではちょっとポイントを説明した Azure Functions、まあ、これ、Azure Functions じゃなくて、Web Apps の場合でも同じなんですけども、まあ、こういったのが取れるよと。 1>, でまあ、1つ目はログストリーミングですね。で、ポータルからもいけますし、v、VS コードからでもいけますし、AZ からでもいけますし、何でもいけるんですけれども、その AzureFunctions につないで、リアルタイムにログをモニタリングできます。で、大体、向こうで出た標準出力のログは全部ダラダラダラと流れてくるので、えー、ログが出てたり、スタックトレースが出てたりすると、そこで判断することができます。 で次に、クールですね。そのサイトマネジメント用の管理サイトがあります。そこに入ると、環境変数を見たりとかですね、そういうのを確認することができます。で、やっぱりその多いのが環境変数の設定ミスとかですね。 動かないというのがまあまあ,あるので、まあ、こういうのでク u d で入って環境変数ちゃんと設定されてますというのはこういうので確認するととても便利でいつもク u d と格闘していたりもしますただただ Linux のコンサンプションプランだけはこの u d ゥの機能がありませんそこだけ注意してください、はい、そうですね で最後にアプリケーションインサイトですね、まあ、これ、ちょっとど,どっかでもグラファナとかの話もされてましたけど、まあ、似たようなそのログのトラッキングシステムですね、まあ、アプリケーションの常時モニタリング、リクエストパフォーマンス監視ですね、まあ、ある程度まではただなので、まあ、これを入れ,入,入れない手はないと。 JAMA に関しては言えばです、ね、まあ、このファンクションズもそうなんですけど、一般的な普通の j a バ a のウェブアプリなんかもそうなんですけども、アプリケーションコーデに一切手を入れずに入れるあの、設定することができます。j a バ a の起動コマンドに、エージェントコマンドっていうのがあるんですけど、そこに差し込むことで、テレメトリー収集して、全部アプリケーションにダーンと流してくれますと。そうですね、トランザクション検索とか、失敗検索とか、詳細録とか、ちょっといろいろあるんですけれども、ちょっとだけ。 ちょっとだけお見せしますと、私がデポロイ最中に失敗したなと、あれなんか動かないぞと言ったときに、アプリケーションインサイトですね、この失敗のメトリックスっていうのが出ますと。出ませんね。 24時間じゃなかったですね。もっと昔でした。いっぱい出ましたね。で、こういった形で、その当時出たあエクセプションが丸分かりです。で、僕、で、多分、その関数で失敗したやつも、こう、ダダ,ダダダと出るので,で、一番失敗したのは、なんか、SQL の接続がうまくいかねえと。 っていうのをこうたどっていきますね。なんかデフォルトクレデンシャルがノットバリットだよって、なんかサンプル通りにやってたのになんかうまく動かなかった時のやつです。こうやって全部たどっていきます。で、その時のテレメトリー情報も全部こうやって関連でたどっていきます。で、スタックトレースも出ますと。 まあこれがあるとですね、やっぱりクラウドで動かなかったときの原因追跡というのはめちゃめちゃしやすくなりますので、ぜひアプリケーションインサイトだけは設定して、複雑なものもですね、KQL といったクエリを組み立てて、ですね、複雑なレポート形式まで出せるので、そういった形でえとアプリケーションインサイトを活用してくれるといいんじゃないかなと思ってますと。 ちょっと細かい話になっちゃうんで、なんか細かい話が聞きたかったら、Ask the Speaker で尋ねてみてください。はい、最後に、まあ、弊社、株式会社プロップで、始めに関わるコンサルティング等々やっておりますので、ぜひお声掛けください。今日はどううもありがとうございました